はいどうも、ゆうきです。ミニです。クールパレットです。よろしくお願いします。よい。あ、ミニーさんなんですね。そうなんですよ。そう、アキラさんではない。そうですね。そうですか。うん、今日は出張で。出張で ね。ありがとうございます。大変な金額をお支払いしなきゃいけない。ま、そうですね。わかりました、うん、まあ。とにかくですね、今日はね、うん、あの、ディズニーパークのフレンチトーストを作ってみようかなと思います。イェイ！なんと今日ですね、うん、あの、ヒルナンデスの方で、うん、あの、紹介してたんですよ。そうなんです。そう、以前、ディズニーホテルでのフレンチトーストは、あの、公式のブログで紹介されたりしてたんですけど、うん、ディズニーパーク内のフレンチトーストは今回初めてっていうことで、うん、早速僕らも作っていこうかなと思います。で、それではミニーさん、あ、ミッキーさんもいらっしゃる。います。はい、うん、あ、なんかちょっと一言子供たちに。はは、それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで材料こちらになります、うん、食パン、牛乳、生クリーム、卵、砂糖、塩、隠し味っぽいオレンジジュース、バニラエッセンス、そしてですね、あの、ソース、うん、冷凍ベリーみたいな、いいね、いいね、ね、冷凍ベリーみたいなやつ、それといちごジャムです。はい、ということで、ね、あの、今日は、この材料で作っていこうかなと思います。それではまずですね、まあ、フレンチトーストですから、あの、卵ね、つける液を作っていこうかなと思います。何やってるんですか？あ、パンツ脱げちゃうんです。ちょっと、パンツ、ゴム緩くって。オッケー。じゃあやっていきますね。うんうん、じゃあいきます。はい、じゃあ、つける液の方作っていきます。うん、じゃあ、卵。うん、はい、卵、はい。はい、卵ですね。こう触ります、これ。はい、美味しくなーれ。はい。卵2つです。ね、はい、まず溶いていきます。溶いていきます。いいよ、腕さばきがいいよ。ありがとうございます。いいね。ありがとうございます。全然混ざってないですよ、ミッキーさん。は？ミッキーそういうの苦手なんで。なるほどね。細かい作業ね。はい、じゃあだいたい混ざったら、はい、入れていきまーす。はい、牛乳。こうミルク。クリーム。生クリームいいですね。生クリーム。バンバン入れちゃって。はい、はい、はい、砂糖。砂糖。はい、砂糖、はい。塩ですね。塩ちょっとです。塩。ちょっとこれミキさん持っててもらえます。はい、ありがとうございます。塩ちょっとです。2グラムぐらい。すごいちょっと。あ、はい。はい。そしてバニラエッセンス。うん、バニラエッセンス。これ一応3グラムって書いてありました。で、うん。1、2、3グラム。すごい。4グラム入れちゃう。今日は、はい、5グラム入れちゃう、これ。あ、激しい。うん。はい。出ました。触るじゃん。持つじゃん。何？これやっぱ一緒に。手伝って。これ手伝って。オッケー。支えるのやっぱ重いでしょ。うん、重い。じゃあオレンジジュース入れれる？あ、いいよ。うん。ミニーがやったらいいんじゃないの？これミニーがね。ミニーがやったらいいんじゃないの？ミッキー一緒にやろうね。うん。あ、入れるよ。早くやれや。ミッキー行くよ。行くよ。はい。イエーイ。はい、じゃあこんな感じでつけたら完成でーす。はい、じゃあパンをですね、うん、ミッキーの形に切っていくんですよ。で、今日本当はブリオッシュで紹介されてたんですけど、うん、食パンでもいいって書いてあったんで厚切りの食パン買ってきました。はい、じゃあ、こちらをですねミッキー型にしていこうかなと思うわけですよ。ミッキー型ね、用意してる。なんですか？ミッキーが魔法かけてあげるの。あ、ちょっと今ちょっと似てたよ。本人だよ。あ、そうか、うん、よい、いくよ、全国のみんな一緒に言うんだよ。イマジネーション。ほわ。おお。切れた。すごいだろ。すごい。僕は魔法使えるんだ。はい、ということで、じゃあこれをですね、今からつけだれに垂れてくる、つけてくんですけど、つけだれに垂れてくる。はい、そうです。美味しくなあれ。触るんですね。はい、じゃあこの10分間の間にですね、植木にかけるソースを作っていくんですけど、このなんかミックスベリーの冷凍のやつ。美味しいよね。はい。で、そのまま解凍しまして、で、入れるんだけど、この解凍されたこの液、この液も一緒に使うっていうのがポイントらしいです。そこにイチゴジャム。はい、イチゴジャムです。はい、イチゴジャム。混ぜていきまーす。
ミキ、あのちょっと近い、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 見えなくなっちゃうから、見えなくなっちゃう、はい、10分経ちましたのでこちらを焼いていこうかなと思います。はい、サラダ油全然落としない、そうだね、ジューって落としないね。サラダ油引いてあります。逃げ場の水切りが逃げ場の水切り、ふーい、ふーい、あ、すごいいい香り。はい、じゃあ焼いてる間にミキミニ、このね、ソースをね、ぐるっと周りにきれいに置くよ。あ、いいんじゃないかな。はい、焼けました。はい、焼けたんで。いや、これは美味しそう。うん、美味しそうでしょ。たまらんうまそうだな、これ。こしょう。ね、美味しそう。でね、でね、こういう感じなんだけど、これでほぼできました。うん、はい。もうね、ミニーさん、じゃ作ってきましたから。わお！最後粉砂糖をかけます。美味しそう。美味しそうだ。すごいよ。最後にメープルシロップをかけます。はい、ということで完成しましたので食べていこうかなと思います。食べていこう。じゃあね、あんしてあげるわ。嬉しい。君食べないでしょ。え、食べた。マジで汚れるやん。はいはい、ミニー、ほらミニー、ミッキー、じゃあ後で、撮影終わった後、撮影終わった後、オッケーオッケー。どうですか。うん、うん、うん、うまいですか。うん、どんな味ですか。美味しい。美味しい。うん、あのこの、うん、こいつの甘さと、うん、ベリーのちょっと酸っぱさ、うん、がものすごいいいハーモニーです。なるほど。うん、私もいただきましょう。あ、すごい美味しいね。あの10分しかつけてないのにすごい中まで染み込んでて、あの食感がね、なんていうのかな、ちょっとなんかプリン状というかふわふわして、うん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 、そういう感じになってるんだよね。なってますね。うん、すごく美味しい。ちょっともう一口食べたい。お、お食べ。うん、うまいよこれ。すんごいプルンプルンで本当に美味しい。いいね。うん、それはいいよ。これは、うん、じゃあミッキー食べる。ミッキー食べるの。はい、あああげないよ。あげないよ。はい、ということですね、うん、今日ですね、ヒルナンデスで紹介されたディズニーリゾートで、うん、出されているフレンチトースト、汚い汚いそれ。でもちょっとあのミッキーに食べられそうになってたから。そうですか、うん、作ってみましたけど、ぜひですね、本当にあのスーパーで揃う簡単な材料でできますんで、ぜひ皆さんもお家で作ってみてください。それではとっても美味しそうだな、家でも作ってみたいわって思った方は、ぜひですね、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。よろしく。ということで、カラフルパレットでした。それではさよなら、さよなら、さよなら。